エクストリームバイクは大型のロードバイクを操り、いかにトリッキーなライディングができるかというのを技を競っていく競技なんです。今日お招きしています谷口選手、ワイルドなテクニックと精密なバランス力を兼ね備え、マシンはホンダ CBR954 のダブルアールを操ります。実はホンダ技研工業株式会社鈴鹿製作所勤務で、日本屈指のエクストリームライダーで1959年生まれ、まさに中年の星な谷口博正選手、今一度皆さん大きな拍手をお送りください。さあ、グランドスタンドで観戦しているお父さんたち、1959年生まれと聞いて、あ、俺と同い年なんていう方もいらっしゃるか分かりませんが、ちなみに誕生日は12月25日生まれ、あ、クリスマスなんだ、おー、ジーザース。さあ、それではエクストリームバイクスーパーテクニックを存分に谷口選手に披露してもらいましょう。それでは谷口選手、よろしく。さあ、毎年夏恒例となりましたこのエクストリームバイクパフォーマンス、皆さんの前でどんどんパフォーマンスを見せてくれますが、さあ、何からまずは言ってくれるのかな。まずは先ほどのトライアルを見た、ウィリーはウィリーなんですが、なんとバイクから火花が散っている。大丈夫なんですか、バイクは。いやいやいや、バイクの悲鳴が聞こえてきそうな感じもしますが、まあ、花火にかけて火花みたいな感じなんですか。さあ、ここはなんとバイクの上に立ち上がっちゃいました。なんということなんでしょう、こんなバランス。いや、青木県で転がっちゃうなんて、これはね、バイクと一体になったらできないから。さあ、お次は今度は U ターンをして、パーッとアクセル開けてきたのはいいんですけど、乗る場所じゃないんですよ、これは。タンクの上に乗っかっちゃって、また広げちゃって。いや、谷口さん、スレッダーという技なんですね、タンクに座っている。さあ、お次は技のレパート、カツカツアイド、今度は何が出てくるかと言いますと、さあ、よろしくお願いします。拍手がありますと、まだまだ谷口選手頑張っちゃいますよ。さあ、この技、神技なんていう言葉もありますけども、さあ、その神技の一つ、どうだ、みんな進行方向を逆向きました。この技はスイッチバック、後ろ向いてバイクを発射使うという荒技。良いこと、みんな絶対自転車で真似しちゃダメよ。最終コーナーの方向からまた U ターン。さあ、今度は座ってウィリーをしているんですが、なんと座った状態拍手、そして手をパンパン叩いていますよ。皆さん拍手頂戴のご挨拶。ノーハンドシッティングウィリー、お見事です、谷口選手。さあ、だんだん技の難易度が上がってきましたね、谷口さん。その切れ味鋭い技、体を鍛えてないとできない。しているんですが、そこから今度はウィリーでシートに足を引っ掛けて、なんとこの皆さん見て、腰つき難しいでしょ。ウィリーをしながらターンをしています。皆さん拍手よろしくお願いします。谷口選手、この大きな重いバイクをゆっくり走らせることほど難しいものはない。いや、素晴らしいバランスでした。いやいや、谷口選手、今日は素晴らしいですよ。今のところ大きなミスもなく、小さなミスもなく、
エクスタ